足元には宝物がいっぱい。こんにちは、いわき人町百景の鈴木です。皆様チャンネル登録と高評価お願いします。今日はイラストナンバー12番、新川西緑地公園です。はい、それでは画面を共有していきましょう。はい、新川緑地公園、全体長さは約2キロ。新川西緑地公園は長井眼下あたりから御台境の交差点までの500メートル。遊歩道が整備されて散歩コースの定番となっています。江戸時代はいわき平城の外堀でした。以前はここに新川が流れていて、今の新川は古川という、これは川が流れていてですね。今の新川は古川という名前でした。昭和22年に古川の川幅を大きくして名前を新川に変えました。その後、旧新川を暗渠化され、昭和54年に公園として整備されました。はい、ということでですね、まず地図を見てみましょうか。はい、ここがいわき駅ですね。で、緑地公園はこれが今の新川なんですけれども、ここからこう川が暗渠として下を流れてずっと行ってこの辺りまでですね続いております。で、江戸時代はと言いますと、はい、これですね、さっきのその新川のここのところからまっすぐこう流れていて、外堀の一つだったんですね。北は吉間川、南を新川、東を夏井川に囲まれた外堀ということだったと思います。で、この辺りが今のいわき駅ですね。ちなみにこれは誰さんだろう、後でリンク貼っときます。はい。でですね、これは今の新川の風景なんですけれども、ここらも 両側に桜並木があって、散歩コースにはとてもいいところです。はい。ということで、ちょっと散歩してみましょう。この場所は、ちょうどここです。スターバックスは関係ありません。ここですね。はい。で、さっきもちょっと通ってみたんですけども、少し変わっているのか、こう、はい、ここから中に入れるようになって、ベンチもあっていいですよね。うん、で、このイラストがちょっとうろ覚えなんですけども、この辺りじゃないと思うんだよな。もうちょっと先だったと思うんだよな。あ、ちなみにですね、このイラストって最初計画になかったんですよ。上野さんが取材に来てくれて、その時に ふと見た車の中からここ絵になるねっていうことで急遽描いてもらうことになったんですね。で、私の記憶ではここから、戻りますね、少し。この辺りから描いたやつかなと思ったんですが、なんとなくイラストと違うんですよね。建物は入ってない。
あ、スタバです、スタバです。いわきに数軒しかないスタバの中の一つですね。うちの娘がよく勉強しに行ってます。か、ここかと思ったんですよね。でもここ駐車場だから違うし、逆走してる感じがいいですね。ここかな、どっちかなとも思ったんですけれども、今となっては分からないですね。うちの間宮にでも聞けば覚えてるとは思うんですけども。公園がですね、一つ一つ趣が違ってですね、歩いてても飽きないんですよね。お？何をしてしまったんだ。進むか。わからない。はい、ということでした。このイラストにまつわる思い出や、こんなイラストを作ってほしいなど、コメント欄にお願いいたします。今日はありがとうございました。テッシー。